今回の動画は動画をスマホサイズに圧縮できる無料ツールをご紹介します。で、まあ、こちらのツールですね、このフリービデオコンプレッサーというものですかね、まあ、こちらのツールになります。で、このね、ダウンロードのサイトのね、URL はまた動画の下の説明欄に入れておくので、まあ、動画見てね、気になった方はね、URL をクリックしてこちらのサイトに来てみてください。で、まあ、ダウンロードしたいときはね、ここにダウンロードっていうボタンがありますんで、こちらをクリックします。 はい、そうするとね、ダウンロードサイトの方に飛びますんで、もう一度ここのダウンロードというボタンのところですね、こちらをクリックしてください。はい、そうするとですね、実際のダウンロードの画面になってですね、あのしばらくね、待ってるとね、こちらの名前をつけて保存というこのね、ウィンドウがあの自動で開いてくると思いますんで、まあ、この状態でね、まあ、保存、まあ、デスクトップならデスクトップを選んでですね、保存をクリックして、まずはこのインストールのね、プログラムをダウンロードしてください。 はい。で、ダウンロードの方が完了するとね、この Exe ファイルですね、こちらがあると思いますんで、こちらをダブルクリックしてインストールを開始します。で、まあ、ユーザーアカウント制御出る場合はね、はいをクリックしてください。そうすると、このインストールのウィザードが立ち上がりますんで、まあ、ちょっとね、英語の表記にはなりますけども、まあ、これはわかると思いますんでね、まあ、NEXT で進めて、この Accept の方ですかね、こちらをチェックをつけて NEXT をクリックと。はいまあ、この辺も続けて NEXT で問題ないです。NEXT、まあ、NEXT。 でこのインストールっていうところですね。こちらでインストールを開始します。はい、でインストールの方がね完了したらこのフィニッシュボタンを押してですね。 そうすると、この自動的にですね、この、ね、ツールの方が立ち上がります。あとはまあデスクトップ上にね、こちらの、ね、ショートカットも出来上がると思いますんで、まあ、次回ね、立ち上げるときはここから立ち上げてもらえればと思います。で、まあ、こちらですね、まあ、表記はちょっと英語の表記にはなるんですけど、操作としてはまあそんなに難しくないです。まずはですね、こちらのね、オープンってところをクリックしてもらって、まあ、圧縮したい、ね、動画のファイルを選択をします。まあ、ちょっとこ,これで行きましょうかね。で、開くをクリックですね。 はい、えー。そうするとですね、この画面の上部にね、この現在のファイルサイズがね、表示されて、えー、下のこのオプションというところですね、まあ、ここで、えー、そのね、圧縮するサイズを指定できます。まあ、今これはね、5.81メガで80%になってますけども、この矢印のところをクリックしてもらうと、もうちょっと小さく圧縮することもできますんで、まあ、じゃあ、例えば50%にしようかなということであれば、こちらをクリックして、この下のコンプレスですかね、こちらをクリックします。 はい、そうしたらまずはね、この保存先のね、えー、指定する画面が出てきますんで、えー、こちらね、えー、保存先を指定してあげて、保存をクリックをして、はいをクリックします。そうしたらこれで、ね、圧縮の方が始まりますんでね、まあ、これはね、このまましばらく待ちます。 まあこういった形でですね、まあ最近はこうスマートフォンでね、この動画を見る機会っていうのも非常に多いと思います。なんでね、まあ例えばですけども、このビデオカメラでね、この自分で撮ったね、動画をこのスマートフォンで見たいと言ったときに、まあ最近のビデオカメラは非常に高画質なんでね、まあそれをそのままスマホの方で見ようとすると、まあうまく見れなかったりだとか、あとはね、まあ見れたとしてもですね、どうしてもそのスマートフォンの方のね、その容量を圧迫してしまいますんで、まあそんなときはね、こちらのツールを使ってですね、少し圧縮して、でまあスマートフォンで見る分にはね、まあ少し圧縮したぐらいでは、 画像の粗さは、ね、気にならないと思いますのでね、ぜひこちらのツールうまく活用してもらえるといいかなと思います。はいまあ、これでね、えー、圧縮の方が完了したんで、えー、OK を押します。はいまあ、そして今この、ね、デスクトップ上にこれが保存されたということですね、はい。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。